こう美容室って僕の経験上 A っていう先輩が言ってたことと B っていう先輩が言ってたことと C っていう先輩が言ってたことを全部聞かなきゃいけない。C っていう先輩これ言ってたのにな、 A っていう先輩これやったらめちゃくちゃ怒られるみたいな、はいはいはい、でカットチェックで全員にボコボコされるみたいな。はい、それではですね、いよいよ最後のトピックになります。6月号から続いてですね、メンター美容師についての記事となります。ボブログさんからピックアップしました。上げ出すとキリがないぐらい美容師という環境では人にまつわるモヤモヤが日々起きていますよね。さらに労働集約型産業である美容室では人が辞めてしまうことでのマイナスは非常に大きいし、多様な価値観を持つスタッフたちの教育はとても難しいものです。その悩みを持つ現場のリーダー、店長、未来のリーダーたちに知ってほしいのがメンター美容師という概念。今回はメンター美容師に必要な5つの心得の中、自分の正義、価値観だけが正しいわけではないについてお話ししてみた記事でした。はい、ということでね、人材の育成についてね、本当にどこのサロンさんでもまあ持ってる課題だと思うんですが、うん、まあ、これ前回のね、コーナーでもメンター美容師についてねちょっと話し合ったんですが、改めてちょっとお三方にもですね、ちょっとメンター美容師という制度、うんうん、まあ、そしてこうメンターという役割について、うん、もうこれ米さんニヤニヤしてるからね、もう逆っす、ね、米田君ちょっと、はい、OKOK 最後最後最後逆っす、米田君最後逆っす、これじゃあちょっとまず組織として、うん、エイト君ね、はい、まあ、一会社のリーダーとして、はい、今まさにねベンチャーやってると思うんですけど、うん、この辺どうですか。最近なんかよく聞く話なんですけど、はいはい、結局組織が30人いた時に、うん、30人が30人にコミュニケーションを取ってたらコミュニケーションラインが多すぎて煩雑になっちゃうじゃないですか、うん、だから教育が成り立たないんですよね。だから普通の会社ってこの30人の中で部署を5個に分けて、6人ずつか6人ずつのチームにしてコミュニケーションラインを減らしましょう。でこの6人のチームに対してマネージャーを作ってその6人で話し合いましょうっていうなんかちゃんとした組織図ができると思うんですけど、結構美容室って僕の経験上 A っていう先輩が言ってたことと B っていう先輩が言ってたことと C っていう先輩が言ってたことを全部聞かなきゃいけない。なるほどね。それ C っていう先輩これ言ってたのにな、 A っていう先輩これやったらめちゃくちゃ怒られるみたいな、はい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 、でカットチェックで全員にボコボコされるみたいな結構あって、これはそのコミュニケーションラインが整えられてないからそれが起こっているなと思っているので、やっぱなんかもうちょっとその10人規模20人規模みたいのはチーム分けした方がいいんじゃない。なるほどね、はい、その上でそのメンターそのメンターマネージャーマネージャー、まあ、メンターイコールマネージャーということですね、はい、そういった人がまあその4人チームの中で全員で定例会議をすることも大事だし、時にワンオンワンで悩み聞いてあげることも大事だし、うん、なんかそういう密なコミュニケーションをチームごとに取っていかないと、うん、多分無理なんで。なるほどね、うん、だからやっぱ1対1のコミュニケーションと か、うん、なんかこの人から教わるこの人から教わるみたいな多様なこう教育はちょっと難しいんじゃないかなと思いますね、うんうん、これ逆にその自分の正義、まあ、イコール価値観っていうものの統制はやっぱり社長が取るんですか、うんうん、いや、まあ、最初に入社の時点で、はい、その会社のビジョンとかはい、報道指針みたいのは、うん、あの分かった状態で入るべきだと思うんですけど、うん、手前側の業務とか、うん、カット技術とかはもうそのマネージャークラスに社長が任せるべきだと思います、うん、だから結構、美容室で言うとそのマネージャーの言ったことを社長が否定しちゃって、はいはいはい、マネージャーのことを信じて教育されてたのに、うん、結局社長の言うことを聞かなきゃいけないみたいな、うん、崩壊が結構多くて、僕もそういう経験者なんですけど、まあ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 、そういったその社長がちゃんとそのメンターとなる組織のこう部長みたいなのを育て上げて、その人に完全に任せる。なるほどね。そこで技術のちょっとブレがあったら、それはもう社長の責任である。なるほどね。今日熱入ってますね、すごい。みたいなのがね、本当できるといいなと思いますね。クルックンのところとかどうしてんですか、こういうの。うちはね、もう新卒生は基本採用の時に、うん、僕たちはもうゴリゴリ走って、まあ、最先端をこう走り続けるサロンでありたいから、うんうん、一緒に頑張れるかどうかっていうのは結構聞きますね。だから最初に本当極端ですけど、まあ、自分たちも経験したんですけど、まあ、始発終電を10年ぐらいできるかななんてのは、ね、もう今聞くのそれを最初に言います。お、結構すごいですね。結構辞退者多いです。
ポコンっすね、はい、来られてもまあ辞退して結局入社しないっていう方もありますし、ただまあその僕らも早く帰りたい時ありますからね、はい、全然そんなにバチバチじゃないんですけど、なるほどね、はい、だからまあその中でこうやっぱ幹部になれるタイプでなれないタイプとか出てくるんで、その全員が全員ゴリラやったらやっぱちょっとしんどいじゃないですか、はい、毎日ゴリラ見たくないんで、ゴリラタイプが何人かいて、うんうん、でまあ綺麗に走ってくるお馬さんタイプがいて、うんうん、まあ、僕ちょっと馬みたいな顔してるんですけどね、だそういうバランス感はやっぱありますね。なるほどね、はい、なんか今日参謀がすごいしっかりしてるイメージありますね、うん、そうですね、ですからね、まさきの吉田さんも、あ、吉田さんとかもね、はい、そうですね、やっぱ上2人ぐらいはもう僕がいなくても、うん、実際僕も本当ちょうどこの収録の2週間前ぐらいから日本いなかったんですけど、うん、でもそれでも全然問題はないですし、うん、まあ、決裁権も与えてますし、うん、まあ、うちは最終的にその会社を、うん、下の子たちに譲り渡していくっていうスタンスなんで、うん、はい、だからまあまあ、自分たちがやってきたことを次の子たちがやってっていうのをこう回していってくれてるなって感じありますね、うん、それはじゃあトップダウンって感じじゃないですね、やっぱり意外とそうですよ、うん、はい、僕がこれやろうって言ってもその幹部がダメってやらないですし、うん、はい、ね、チャイナ子アメリカ行こうダメよってリアルな、リアルなね、なんでダメなのって、はいはいはい、あなた分かってるって、でもすごいね、遠くにこう旗立てに行くタイプだから、そうっすね、いいっすよね、なんかそれをこうね、まあ、さっきの話に米谷君じゃないけど留吉みたいな感じで、そうですね、なんかもうわけわかんないけどすごい目標設定して、はい、一旦頼むわみたいな、はい、そういうのがやっぱりいいんすかね、そうですね、まあ、本当に任しきります、うん、はい、もうこの関係に関しては全部任せた、僕この間花火大会主催したんですけど、はい、花火大会任した子がスタイリストの下から2番目の方なんですよ、ほうほうほう、これ客全部任すからやってって、でそれがまあ大成功やったんで、はい、そいつにボーナスバコン出しましたので、はい、もうそれがもう大変だったのも分かってますし、うん、それ任せる力みたいな、うん、はい、それなんか超えてくると成長するじゃないですか、なるほどね、はい、こっち見てるんですよ、みたいな、そうですね、見てはいます、なるほど、ね、見て気になるなってやつをこう僕が言うとこう角立つんで、その直属の上司とかにちょっと前具合悪いからもうちょっとこうしてって言ってきてとか、なるほどね、はい、ちょいちょいやるけど、そういう意外とやらなさそうでやってます、なるほどね、米谷君のところはまさにね、どうですか、あ、でもうち結構なんかそういうちゃんとしてるような感じに見えてるんですけど、うん、さっきね、まあ、メンターちゃんとはしてるんですけど、ね、メンターに意見ありそうでしたけど、ま、いや全然メンターが何かよく分かってないんで、なんか何でもかんでも話よく聞く先輩全部メンターみたいな感じしません、分かります、後輩の愚痴聞くやつは全部メンターみたいなきつい言葉、なんかメンターってメンタリストの定義でメンターじゃないですか、だから本来だったらその多角度からの物事を言えるとか、よりその業務内容だけではない多くの物事を伝えられることがメンターの定義なんですけど、なんか結構美容界のメンターっていわゆるその愚痴受け取り手みたいな、そのきつい時に支えられる人のことをメンターってなってると思うので、その定義で言うとなんかうちはあんまメンターとかいない会社で、そのなんかきつくても、まあ、きついきつくないとかっていうのよく分からなくて、ただ単純にそれぞれその誰に言いやすいとかってあるじゃないですか、それがなんか勝手に自然と世の中でいうメンターっていう言葉になってるのかもしれないし、メンターではないけどそれぞれこう話してるみたいな感じなので、うちはなんかそれこそ僕のアシスタントにいる二宮って男の子とかいるんですけど、もう本当にふざけた男でして、基本いつでも遊んでるんですけど、なんか誰からでも愛されるんですよ、後輩のすべてから。そいつとかはもう本当に絶大なる信頼を僕も置いてますし、だからそのやっぱりなんかそいつにもうその組織やそこのもう形成は任せようみたいな、そうするとなんか自然とこうそこに意見が集まってきて、で時たまこうセミナーとかで一緒に行った時に、移動してる新幹線の中でどうなのって聞いた時にもらうぐらいな感じにしてて、なんかお前はこれのメンターねって言うと、メンターに指定された子って結構言いにくくならないって思ってるんですよ、ね、僕なんか逆になんか僕多分そういうタイプで、うん、そういえば中村さんにせえお前こいつのメンターやってくんねって言われたら、こいつを辞めさせたら俺の責任になっちゃうって思うと思うんですよ、わかります、なんかそれって結構あるあるな気がしてて、だからなんか特にそういう定義は作らないで、メンターとかをこう定義を作らずに自然とそうなってった人間たちがそういう風だなっていう風になんかこう形になるように思ってますし、まあでももちろんメンターが適正な人間もいるとは思うんですけど、心の支えっていうことなんですね。ああ、そうですね。うん、そういう定義も悪いも、うん、この人であれば大丈夫って言われるような先輩とか、うんうんうん、なんか自然とそうメンターになっていくかなみたいなところあるですね。だからあんまり組織でこいつをメンターにしようとかは全然うちはやってないですけど、ただそれこそゼストさんとかちょっとこう会食させていただいて、やっぱりこう全部のラインに一個上の上司が常にこう支えてあげるみたいな仕組みを本当に取り入れてて、うん、こう結構会食させていただいた時とかにお話ししたんですけど、本当に素晴らしいこう
末端からこう風上から風下までこうちゃんと意見をこう上のメンバーに届くような仕組みをこう設計されてて、やっぱそういうのはなんか本当にすごいなと思って、今うちも本当にそれをこう取り入れさせていただいてて、こう勉強させていただいてる状態なんで、うん、逆にレコさんとか僕すごい同じ方向向いてはるなっていつも思うんですよ、うん、コンテストとかもう全員やるじゃないですか、あんな見て、そんで応援行った時も、うん、もう一人入賞しようもんならもう大歓声じゃないですか、うんうんうん、だからああいう一段、ね、なんか一段となった雰囲気っていうのはどういう作り方したらなんのかなと思って、僕なんか本当羨ましいんですよ、羨ましい、ありがとうございます、はいはいはい、まあでもやっぱ、ね、僕ありきだとは思うんですけど、まあ、そこのまあパワーがもちろんワントップが強いっていうのももちろんあるんですけど、なんですかね、なんかまあそういう人をやっぱりしっかりなんか見越して取ってるっていうのはまああるでしょうね、でそこからまあそこをまあしっかり常にみんながやってる状況があるんで、まあそれが自然となってるっていうのがあるんで、まあそういう意味ではこのなんかね価値観っていうのが割とうちはまだそんなにこう多様化してないで、なるほど、うんうん、そうそう、だから逆に言うともっと組織が大きくなってきたりとかすると、まあ、その価値観が多様化していきますよってなった時に、うんうんうん、それをこうどう認めるか、例えば極論、うんうん、じゃあクリエイティブやんなくてもいいじゃないですか、うんうん、とかっていう話の時に、じゃあそれを許容するのかしないのかみたいな話って、まあ、難しい問題だろうなと思うんですよ、うんうん、だからそれがこう どっちも正解じゃないですか、はい、やっぱりそこを勇気づけてやっていこうぜっていうふうにプッシュアップしていくことも正解かもしれないし、うんうんうん、いやお前お前らしくやっていこうぜっていうのも正解かもしれないし、うんうん、そこの迷いはやっぱ逆にありますよね、うんうん、どうなんですか、なんかちょっと自分の意見とは外れガチだなこの子はっていう子が、まあ、少なからずいたりするじゃないですか、うん、はい、そういう時どうするんですか。まあ、でも僕ら共有はしないですね、進みはしますけど、うん、こういうことやったおかげで僕たちはあるから、うん、でもう本当うちさんの話よくするんですよ、うん、やっぱクリエーションやってない美容師さんってのはちょっとまた見方が違うよねって僕もやっぱ思ってるんで、そのクリエーションされてる方とされてない方っていうのはなんかちょっと違う軸で僕は見てる気がします。だからダメとかじゃないんですよ、うん、こちらのスタッフでもやってない人間って全然いいですし、だからといってそいつとちゃんと話しないってこともないですし、なんかクリエーションやってるっていうのはなんか一つこうなんていうんですかね、なんか一個のこうリスペクトにやっぱなってますよね、うん、だスタッフ間でもやっぱそうです。だからその組織の中で、まあ、クリエーションに限らずですよ、なんかこうゴール設定がそれぞれやっぱりこう出てくるじゃないですか、組織さっきねえとこも言ったけど、うん、それぞれのチームがあったら、うん、それぞれのやっぱ性格が絶対出てきちゃうと思うんですよ、うんうん、その時にそのトップなしその幹部陣は どう統制していってるんだろうなっていう、じゃあみんな A で A でみんなの意見風通し良くする、それはまあもちろんみんながいいと思ってることですけど、うん、実質それで本当に組織って成り立つんですかっていう、なんかそもそもなんですけど、うん、その美容業界の採用がちょっと間違ってんじゃないかなと思ってて、うん、それこそあの先ほど言ったクリエイティブって、うんうん、集団だと思うんですよね、うんうん、内田さんがそのクリエイティブっていうヘアスタイルを通して何をしたいのかってビジョンがあるわけじゃないですか、うん、ただそのこのクリエイティブな写真を見て応募しちゃう人多いと思うんですよ、うん、この美容室の世界観が好きだから入りたいみたいな、その写真のみで判断してかっこいいかなとか、でも大学生ってめちゃくちゃ企業研究とかして他社リサーチもしてこの会社に入ったら自分はどういうキャリアを詰めてどういう会社のビジョンがあってそこに向けて僕はどういう一員として入れるんだろうかみたいなことを考えて採用するんですよ、うん、だからそもそもなんかあんまりそのミスマッチ起こんないんですよ ね、 なるほどね、ただなんかそのなんとなく就活して、まあ、美容学校2年生になって急に就活モード入るじゃないですか、うん、やべえやべえっつって言って一生懸命髪の毛ないのに美容室行けんのって4件くらいなんですよ、うん、その4件の中のなんか消去法で受ける友達が結構多くて、うん、いやそりゃビジョン違うでしょとか、その美容室に行ってやりたいこと違うでしょ、ズレあるでしょって思ってるんで、なんかもうちょっと採用とか、そのなんかこう採用のイベントとかあると思うんですけど、そこでヘアショーとかでヘアショーだけを見せるんじゃなくて、ヘアショーやった時にこれで何を表現したのかとか、会社としてどこを向いてるのかみたいなのを、でも実数ですよ、今もこんだけの美容室売り手市場で、もう私は好きでくださいみたいな美容室がもうほとんどじゃないですか、うん、まあそうですね、ね、もう雇用体系福利厚生で釣ってるサロンばっかりでしょ、うん、それでなんかうちのこうマインドセットがどうこうみたいなのってできるもんですか。
逆にそれがその自分の持ってるビジョンをこう表示するじゃないですか、うん、提示してそこに人が集まらないんだったら一人でやった方がいいと思うんですよ、うん、だってそこに参加したい人がいないわけですよね、うんうん、それって無理じゃないですか、うん、なるほどね、で結局そういうのに釣って入ったとしてもやめるじゃないですか、うん、それ全然幸せじゃないんで、それ多分フリーランスで一人でやった方がいいです。なるほどね、うん、それ使ってください今やばいやばい、ちょっと待って、僕フリーランス美容師なんですけどめちゃくちゃブーメラン来るんですけどでも一番多い形態だもんね、60何パーセント今フリーランスだよね、うん、いやだからこそだと思うんですよね。ただまあ、うん、海外行ったら 100% に近いからね、うん、いや そうですよね、そうそう、雇用されて従業員でっていう美容師さんの方が少ないから、うん、あそうか、フルコミッションです、ね、ほぼもう中国もそうですし、アメリカもそうですしね、うんうん、じゃこれ遅かれ早かれ美容室の正社員問題っていうのはもうフリーランス遅かれ早かれ流れていくっていうのが見えてるんですかね。だと思います。あ、はい、だからまあようやく海外に日本が追いついてきたっていう感じかもしれないですね。なるほどね、はい、ただまあその海外でもごく一部が残ってるのはこの人についていきたいっていうやはり人はいてるってことです、うん、レコで言ったら本当内田さんもそうだと思いますし、そういう人たちの元で、まあ、要は弟子をしたいってことですね、それって、うん、そういう方ってこう給料なんぼ欲しいとかそういうことじゃないじゃないですか、うん、確かに。うちのまあ幹部も、そこそこ出してるんですけど、もうこれ以上いらないって言うてくるんで、うん、業績上がっていくから出すよって、いやもう止めてくださいって、だったらもう1年生に出してくださいって言ってくるんで、まあでもそうですよね、その結局昔はそこに入んないと師匠の教えを、ま、学べなかったんですけど、結局あのデジタルで学べたりとか、うん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 、ね、米田君の言ってる熱い言葉を毎日インスタで見れたりするんで、うんうん、逆にこの遠くで地元で美容師やりながらそういったモチベーションをもらいながらやっていくのでいいやって人も全然いると思うんで、 そうね、なんかそこに飛び込むほどの体力がない人たちでもちゃんとこういいこの環境があるからベネフィット得られるような働き方できる可能性が増えてきたよね、うん、そうですね。だからそれはそれでめちゃくちゃヘアキャンプさんありがとうございますって感じですね、ね、そわざわざ東京出てこなきゃいけなかったのに、そう、綺麗に落ちたな、どこでももらえててまうぜっていう、そうヘアキャンプならねっていう、そういうことですね、そういう落ちですか、うん、そういう落ちですか、お後がよろしいよね